朝ドラ夏空が大ヒット中。今回は演技力に魅せられた朝ドラヒロインを2000年以降の作品に絞って大調査しました。第10位、国中涼子、チュラさん。大人になった今改めて見たいと思えるドラマ、新人だった国中涼子さん上手でした。朝ドラでは珍しい明るい主人公でハマり役だった。ナチュラルで可愛らしくて一生懸命だった。沖縄を舞台に奮闘する看護師のエリー、日本中が応援していました。第9位、広瀬すず、夏空。見た目の可愛さ先行の女優さんだと甘く見ていました。演技もうまい。夏空欠かさず見ています。すずちゃん最高です。ストーリーに引き込む演技ができる女優さんですね。記念すべき100作目の2019年の朝ドラ夏空に出演。可愛らしさに加え、その演技力は折り紙付きです。夏のファッションも可愛い。第8位、アン、ごちそうさん。演技が自然でわざとらしさが一切ないので話に集中できる。アンさんの喜怒哀楽の演技全部好きです。ごちそうさんはアンさんの演技力あってのドラマ。その演技力は DNA レベルでお墨付き。新しいドラマも楽しみです。第7位、松下奈緒、ゲゲゲの女房。昭和っぽい作品が特に上手だと思います。得意な声楽を披露する場面もあり、のびのび演じていた。ゲゲゲの女房は松下さんの良さがすごく出ていました。型破りな水木しげるさんを支える辛抱強い奥様は、見ていて応援したくなりました。第6位、高畑充希、トト姉ちゃん。舞台をこなしてきただけある迫力ある演技でした。役柄に入り込んで上手に演じていたと思う。細かいけど涙のこぼし方までうまかった。父の代わりに母や妹たちの面倒を見る頼もしい人物を演じましたね。感情豊かな表情、自然で臨場感あふれる演技、感動しました。第5位、有村架純、ひよっこ。ありのままの姿かと思うくらい見た目も演技もハマっていた。田舎者の感じが非常によく出ていました。ミュージカルのようなお芝居も面白かった。素朴な雰囲気が峰子というヒロイン像にぴったり。2019年にはひよっこ2も放送されました。第4位、小野真知子、カーネーション。この作品で新しい魅力が開花したと思う。関西弁を操り、体当たり的な演技は素晴らしく、最高に良かった朝ドラと評価できる。出演終了時の惜しむ声の多さが全てを物語っていたと思います。とても生き生きとした魅力的なヒロインでした。エネルギッシュな演技が評価され、2012年の東京ドラマアワードでは主演女優賞にも選ばれました。第3位、春、朝が来た。もっとおっとりしたイメージだったが、保険会社の女社長としてしっかりした女性を上手に演じていた。若い時から高齢までしっかり演技ができていた。朝から笑えるドラマで次の日が待ち遠しく、放送が終わった時は朝ロスになりました。おてんばなのに清楚さのあるキャラクターが愛らしかった。びっくりポンという口癖も印象的でした。第2位、のん、あまちゃん。役柄がぴったりで、このドラマを社会現象にした立役者。一生懸命な演技が良かった。まだまだ活躍してほしい。兵庫県民とは思えないほど東北弁が上手だった。ジェジェジェっておなじみ、社会現象にもなった作品です。第1位、安藤サクラ、万福。演技力の高さという点ではズバ抜けている。次も見たいなと思わせる女優さんです。何者にでもなれる演技力の持ち主。さすが日本アカデミー賞に選ばれた女優。明るく無邪気なヒロイン福子を演じた安藤サクラさん。福子が憑依したかのような演技力に日本中が夢中になりました。以上、演技力が高かったと思う2000年代の朝ドラヒロインランキングでした。
あなたがもう一度見たいと思うのは誰ですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。